ゃん、届きました、あるものが。いやずっと楽しみにしてたんですよ。これデスクを私購入したって言ってたと思うんですが、机と椅子を今回購入したんですけど、まずテーブルが届いたので今から組み立てようと思います。よいしょ。いやちょっと今回デスクをそろそろ家に置こうと思って、私普段から仕事でパソコンをするじゃないですか、編集とかで。 YouTube 始めてからずっと地べたに座って編集したんですね。そしたらもう腰やら肩やらが限界で、整体みたいなのも通ってるんですけど、この年でこの凝りはやばいみたいな必ず言われるんですよ。どうしたらこんなに硬くなるのみたいな。でもまあなんか家のスペース的にもそういうデスクみたいなのを置くスペースも今までなかったのでしょうがないかと思ってたんですけど、そろそろちょっと作ってみようかと思いまして。すごいな、頑丈でかいかな、どうだろうな。よいしょ。うわ、なんかネジみたいなのがいっぱい出てきたぞ。できるのかこれは一体。今回のテーブルが一応こんな感じ、完成図はこんな感じですね。波打つような感じの面白い形で、そう、かわいいと思ってこれにしたんですけど、あ、いい色、見てください、こんな色にしたんですよ。そう、なんか私の今のお部屋の雰囲気的にグレー、ホワイト、ブラックみたいな感じで揃えてるんですけど、デスクは温かみのあるようなこう木目のものがいいなと思って今回こちらを選びました。木目にはしたかったんですけど、明るい木の色とかあるじゃないですか、まあ、この床みたいな色、なんかこういうのとかはちょっとお部屋の色と違うかなと思って、割と濃いめというか深めな感じのカラーを選びました。落ち着いてて良くないですか、大人っぽくて。これはどうやって開けるの、あ、ちょっと、いや、出ない、もう出ない。こんな感じでたくさんありますね。でもね、このあのネジ回すやつ、これついてきたので、もうなんか自分で用意するものは多分ないのかな。多分これはあれですよね、机の足に貼るやつ、床が傷つかないように貼るやつかな。じゃあこっからやっていきましょう。で、説明書がこんな感じなんですよ。まず D を一番最初にやって、その次 C やって、 B やって、 A で回す。ここに書いてありますね、 ABCDE やっていきましょう。やりやった。あ、でも単純ですね、結構単純かも。あ、できそうできそう。部品が多いと混乱するけど、冷静に見てやっていったらできそう。私はもうずっと YouTube やってるので、もともとまあお家でというかいろいろ作業はしてたんですけど、このご時世になって多分家でお仕事する方も増えたんじゃないかなって思います。やっぱり
お家でお仕事するってなると、普段の生活するお部屋とその作業するお部屋が一緒になってきちゃうと思うんですよね、どうしても。そうするとやっぱりプライベートとお仕事の境目ができないみたいな、区別ができなくなってきちゃうと思うんですよね。だからやっぱりこうサボりたくなってしまったりとか、お家なのでちょっとだらけちゃったりとか、私も、まあ、ずっと家で作業してきてますけど、なんかここ最近結構そういう区別が自分の中でちょっとうまくできなくて、仕事もなんかはかどらなかったりとか、作業がちょっとこう億劫になってしまったりとかっていうのがちょっと正直言うと続いてるというか、そういうのを感じ始めたんですよ最近。だから本当に仕事に専念できる場所っていうのを作りたいなって思ったのがデスクを買おうと思ったきっかけですね。正直わかんないです、これが自分に合ってるものなのかっていうのがわからないので、もしかしたらね、最初のうちやっぱりこうワクワクするじゃないですか、新しいもの使う時だったりとか、初めて履く靴とか、初めて食べる料理とか、初めて使うコスメとか、初めて着るお洋服とかもそうですけど、やっぱりこう最初のうちは熱量が結構高いと思うんですよね。どん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 これが数ヶ月後とかになって、もしかしたら数ヶ月後には使ってないかもしれないです、このデスクは。でもとりあえずのこの脱却法というか、とりあえずちょっとこう気分を変えてみようと思ってデスク買ってみました。そうでね、多分シュナタンこれどこに置くんっていう方いると思います。ルームツアーを見てくれた方なら、でもこれ以上置く場所なくないみたいな。私もねデスク置こうって思った時に、せっかく置くんだったらちゃんとしたデスクにしたいなってって思ったんですよ。コンパクトにやってもいいなと思ったんですけど、コンパクトにやりすぎちゃっても居心地が悪くなって使わなくなっちゃうのかなっていうのもあったので、まあまあ本格的なというか大きめなものにしたんですけど、今この後ろに見えてるゾーンにちょっとね置いてみようかなって思うんですよ。でも私本当インテリアの配置がめちゃめちゃ苦手で、部屋をうまく活用してインテリアを置くのがすごい下手くそなんですよね多分。だからもっとね本当はいい配置があるんだろうけど、とりあえずこの角とかに置いてみようかなって思ってます。なのでちょっと後でこれも移動するんですけど、今のところはそんな感じでやろうと思ってます。はい、ということで足全部つけれました。無事に疲れた手が痛いです。もうほぼ完成なんですけど、最後にこの机の足のところにつけるやつを貼って完成になるので、貼っていこうと思います。こういう感じになってるよね、多分つけるやつだよね。よいしょ、よっしゃー、できたー。立ち上げてみましょう。いやドキドキワクワク、鼻かゆい。はい、ということで、いきますよ。なんかやっぱいろんなデスクがあるんですよ。本当に悩んだんですね。丸型にしようかなとか、四角いのにしようかなと思ったんですけど、でもどうせだったらちょっとこういうデザイン性があったものの方が可愛いよなと思って、いろんなサイト見まくったんですけど、こちらのテーブルをゲットしました。めっちゃ可愛い。大きさも結構良さそうな気がしてる。はい、じゃあちょっとあっちの方に置いていこうと思うので、いろいろ移動していこうと思います。You think that drinking's a sin, but we've been brothers since we were eight. So let's have a toast with tea and gin. I think we're all gonna be okay. You think our time is up? We are different.
じゃじゃーん、ということで、とりあえず配置はまあこんな感じにしておこうと思います。決まりっていうわけではないので、とりあえずなんですけど、だいぶ動かしてこんな感じになりました。ちょっとね、このオーガスタちゃんがすっすごい今成長してて、えげつないデカさになってるんですよね。とりあえずオーガスタちゃんこっちに来ました。本当はね、このここら辺に置いてもいいかなと思ったんですけど、葉っぱがね自由奔放に伸びまくっちゃって、こっちに置くとここでこう座って作業した時にすごい葉っぱの圧がすごいかなと思って、でとりあえずこっちに今移動してます。で、まあ机はここに置いてて、でここねドアがあるんですよ。でもここドア開けてもまあ、ギリギリ大丈夫なので、このカーブのおかげでね、そこがちょうどよくなってたので、そこは良かったかなって感じですね。で、まあ基本的にこっちに椅子置いて、こっちを向いてパソコンやる感じかな。パソコン置いてみるか。ちょっとまだ椅子がないのでうまくイメージつかないかもしれないんですけど、とりあえずまあこんな感じでここに座ってこうやってやる感じですかね。結構いいんじゃないでしょうか。私的にはすごく気に入ってます。で、まあこの椅子はちょっと置き場所が今見つかってないので、とりあえずここに置いてますっていう感じかな。で、こっちにあったダンスは反対側に今移動してます。で、まだあと椅子が届くので、またその椅子が届いたらまた動画撮って完成をお見せしたいと思います。椅子の到着を待っていきます。はい、ということで届きました。やっと届いた。じゃあ早速開けていきましょう。これめっちゃ可愛いんですよ。本当に当日楽しみにしてました。この日を待ちに待ってようやく届きました。オープン。でん、うわー、かわいい、かわいい。もうね、組み立て式とかじゃないので、そのまま送られてきたんですけど、マスクついてきた KF94 マスク4つ届きました。ありがとうございます。どうやって取り出そう。もう持ち上げちゃった方がいいかな。じゃあご対面していただきましょう、皆さんに。よっ、あ、意外と軽い。じゃーんって言っても放送されてるのでわかんないですよね。開けなくても可愛さが伝わってきてる。もうデスクが届いた日からちょこちょこ使ってるんですよ。椅子はとりあえずドレッサーの椅子を使ってやってました。右手掛け、何、肘掛けか手掛けって何、右肘掛けがあらわになりました。こんな感じです。じゃあ左肘掛けいきましょうか。そう、デスクが届いた時から使ってていいです。やっぱり椅子に座ってた方がやっぱいいですね。じゃあ左肘掛けもお披露目ということで、いよいよこの椅子の部分いきますか。まあ、ちょっと透けてるか。もうはいきます。3 2 1、でれー、こちらですよ。ラタンチェアっていうんですかね。最近よくインスタとかピンタレストとかでも見かけるんですけど、ラタンチェアが私ずっと可愛いなって思ってて、なんかいろんな種類のラタンチェアがあって、私今回買ったやつはなんていうんですか、こういうところがシルバーというか、なんていうんですかね、金属っぽい感じのやつにしたんですけど、これじゃなくてもう全部木のやつもあって、この椅子も可愛いんですけど、全部木ってちょっと硬そうだなと思って、ずっと座って作業するってなったらこっちの方がなんか楽そうかなと思ってこちらにしました。あと私はインテリアがこの上についてる連休ちょっとシルバーっぽい感じのやつだったりとかっていう感じなので、こっちの方が家の雰囲気に合いそうかなと思ってこちらにしました。可愛いです。もう超可愛い。でもちょっとね、触った感じラタンのところがちょっとなんかチクチクしそう。座布団を引くかチクチクする部分をうまく切ったりしてしないとちょっと痛いかも一気に夏感がすごい。やっぱりラタンって南国感が出るっていうか、これからの時期はそのままでいこうかなと思うんですけど、まあ、冬とかになっ
ったら、なんかこう毛のクッションとかブランケットとかをかぶせたりしたら全然冬でも浮かずに使えると思うので。ちなみに私はこれね、バイマで買いました。出品者さんにもよると思うんですけど、2週間ぐらいでだいたい届きましたかね。ちょっと座ってみようかな。運命の瞬間いきます。よっ、あ、なるほどね。あー、でもいいかも。こっちに支えがないから結構グラグラする。あ、良い良い。あー、いいなんかしっかりしてますね、結構思ったよりも。で、チクチクもまあそんなに気にならないかな。ショートパンツとかだと多分痛いですね。肌がそのまま当たると痛いかも。背もたれが割と斜めっていうか、もうちょっと垂直な感じかなと思ったけど、割とリクライニングが効いてますデスクと合わせてみますか。ちょっと近くに来てもらおう、みんなに。こんな感じで、あ、ぴったりじゃん。見ました今ぴったりすぎない？ここです、ここ。手すりとこの机の高さがぴったりすぎて、ここでこう座ってやると、あ、いいかも。そう、これもね、あの前にアマゾンの購入品でスタンドを紹介した時にコメントで Bluetooth のキーボードを使うといいですよっていうのを教えてもらって、これもね追加でアマゾンで買ったんですよ。あ、いいいいって、あ、すごい。今まで私ずっとこういうデスクで仕事をしたことがなかったので、めちゃめちゃなんか新鮮で楽しい楽しいが合ってるのか分かんないけど、頑張れそうです。はい最高じゃん。はい、こんな感じ。いいですね、やっぱ机もすごい良かったです。ちょうどこのカーブのところにフィットする感じが、うん、めっちゃ気に入ってる。これはいいお買い物をしました。私ここから見るとこんな感じかな。なんかもうちょっとデスク周りとかインテリアとか置いていきたいですね。デスクなのでそんなに物いっぱい置いたりとかしたくはないけど、ライトとかそういうのとか置いてみてもいいかなと思ってるので、とりあえずデスクはこんな感じになりました。私のデスク、ニューデスクです。これでも編集もはかどりますね。頑張ろうと。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。では、バイバーイ。